次は何の紅茶を入れようか。古今のありとあらゆる銘茶を披露しようぜ。梅干し紅茶。梅干しは1パック200円のやつ。千年紅茶をたしなんだが、そのようなものは知らん。つくづくこの世は生き飽きぬもの。ベアト、そんなにも敵意をむき出しにしなくてもいいわ。私は単なる旅の魔女。あなたの領地のルールを犯しに来たつもりはないわ。敵意などみじんも。伝説の魔女ベルンカステル卿に粗相がないか気が気でならぬだけよ。誤解があるわね。私は無力よ。あなたのように一人を百殺す恐ろしい力を持った魔女の前に全くの無力。その無力な魔女どもは何人たりとも寄せつけぬ力をお持ちなのだから恐れ入り。かの大魔女ラムダデルタ教を短期にて退けられたのだ。コンクラベに勝っただけ。あの子が飽きただけのこと。ラムダデルタ教はそうは言ってなかったがな。過ぎた喧騒はかえって醜くもあるぞ。デルンカステル教。恐ろしい力を持って一人を必ず殺す力。しかしこの世は必ずは存在しない。一をいくら割ろうとも決してゼロにはできぬように。それを限りなくゼロに近づけ限りなく絶対を生み出す力を持つ。あんな恐ろしい魔女と戦うのは二度とごめんよ。しかしそなたはゼロでない限り必ず成就させる力を持つ。この世に必ずは存在しないとのたまう今日ご自身は必ずの力をお持ちでおられる。恐ろしい恐ろしい。一人を無限に殺す力。私はあなたの方が恐ろしいけれど。ご冗談を。そなたから見ればこんなのはさまつな力。褒めても何も出ぬとはまさにこのこと。世辞は滞在日代わりに。私はかけらを渡り退屈から逃れ続ける逃亡の旅人。あなたが面白そうなことを始めたと聞いたからやってきただけのこと。あなたが面白くなくなったら勝手に出ていくからご心配なく。大ベルンカステル卿にご降覧いただけこのベアトリーチ恐悦至極に存じるぞ。したご感想。ラムダデルタとても残酷で恐ろしいけれど理解できる子だ。あなたは一見慈しみがあるけれど全く理解できない。だからあの子よりずっと恐ろしい。気まぐれなのは我が性。許すがいい。それに気まぐれなる才の目に運命をベルンカステル卿も好まれることだったのでは。私は才を振るときはっきりと出したい目がある。あなたとは違う。でもあなたにとっては全ての目があなたの手のひらを出ない。そしてどの目であってもあなたの期待を裏切らない。サイコロが何の目を見せようとも必ずあなたは満足する。その意味においてあなたは私をはるかに凌駕する。
あなたとだけは戦いたくないわ。あなたの中にゼロしかない。だから私の力ではあなたから勝機を得られない。最悪な相性よ。ラムダデルタなら逆に相性がいいのかしら。あなたの無限を殺せるでしょうか。やはり紅茶を飲むなら魔女と似たね。退屈しない。ならよかったわ。退屈は私を殺す唯一の毒なの。だから私を殺さないでね。無限の魔女ベアトリーチェ卿。それがお望みならこのベアトリーチェさらに楽しませてお見せします。ならすぐにでも次のチェス盤をお持ちした方がよろしいか。そなたにはどうも紅茶よりも次なる物語の方がおかわりにふさわしいらしい。しばし待たれよ。あなたも厄介なのに好かれたようね。力を貸してあげたいのは山々だけど、聞いての通り、あの子の力と私の力では相性が悪いの。お会いに行くね。でもさすがに気の毒だから少しだけ力を貸してあげる。まずあの子のこと、ベアトリーチェという名の存在を持っているけれども、だからといってそれは一個体の女性とは限らない。意味がわかる。つまりあれは人間の誰かじゃない。この世界のルールが擬人化した存在だということ。あの子を倒すにはこの世界のルールを暴き、それを解きほぐさなければならない。それは例えるならルールを知らないチェスを感染しながら学んでいくようなもの。まずはチェス盤を見渡しなさい。そして駒の動きと役割に気づきなさい。そしてあの子のゲームの勝利条件を探りなさい。それらが暴けた時、そこにあの子の心臓がさらけ出される。あとは引き裂くも握りつぶすも思いのまま。私も気前がいいわね。かつて人の身だったから、私はたったこれだけのことを気づくのに100年をかけたのに。これはベアトに囚われた哀れなあなたへのささやかな選別。さながら一本のスプーン。スプーンはスープを飲むのに使うだけじゃない。あなたを閉じ込める石牢を掘り抜き、魔女の目玉をえぐる武器にもなる。もちろん永遠の石牢の中で水のようなスープを延々とすすり続けるのにも使えるだろうけど、勘違いしないでほしいのは、私はあなたの味方のつもりはないということ。あなたに感情移入はするけれど、あなたの手助けはしない。あなたがテレビの前でその向こうの人物にいくらエールを送っても届かないのに似てるわ。だから私が魔女だってわかるでしょ。私はベアトがこれから紡ぐ無限の物語を飽きるまで楽しむつもり。でもきっとそれじゃ飽きちゃうから、あなたの力を貸すの。私が飽きないため、私は世界で一番残酷な魔女なの。どんな相手でも
絶対に屈服させる。無限の魔人ベアトリーチェであってもね、お前は私の駒よ。せいぜい頑張りなさい。あの子の目を盗んで時折助言を与えるわ。私を退屈させないでね。